さんの脳が気がないと味って随分落ちるんだな。脳が気を求めようにも、熊沢のばあちゃんに聞いた日にはこのケーキの原料もサバってことになっちまうぜ。あ、本当？サバからケーキってできる？ええ、このケーキもサバの絞り汁に小麦粉と卵を混ぜて焼き上げるとふっくら焼き上がるのでございますよ。それが本当ならすごいね。お父さんの店の新メニューにサバケーキとか登場するかもしれないよ。サバって栄養満点でヘルシーっぽいイメージがあるしよ、女性とかお年寄りに人気が出たりしてな。俺は食わねえけどよ。女はそんな下手者は食わねえぜ。年寄りも遠慮したいところですな。おいしいんですけどね。まさか、あの話が本当だったとはね。その口ぶりだと、マリアが魔女に会ってたって話は、信じてなかったまでにも、初耳じゃねってことらしいな。ああ、夢見がちなお年頃の、よくあるおとぎ話くらいに思ってたぜ。いる！ベアトリーチェはいる！毎年親族会議に来るたびにマリアは会って一緒に遊んでた。そうですね、ベアトリーチェ様は普段はお姿をお見せになりませんけど、心が綺麗で素直な方の前にはひょっこり姿を現していたずらをすることもあるそうですからね。だからマリアちゃんがベアトリーチェにもらったお菓子と言って僕らに見せびらかすことがあっても、
多分誰かがそういうことにしてマリアちゃんの手提げの中にこっそり飴玉でも忍ばせたのだろうって思ってた。私も昔に二度か三度そういうふりをしてこっそりお菓子を置いてあげたことがあります。おそらく熊沢さんにも、いや使用人の皆さんや後宮家の皆さんも一度や二度はあるんじゃないでしょうか。無邪気な小さい子が喜ぶなら口裏を合わせてお菓子を置いてくこともあるか。ってことはジョージの兄貴なんかだいぶやってそうだな。まあね。つまりサンタクロースみたいなものか。子供の夢を守るために両親がグルで嘘をついて寝静まったこの枕元にプレゼントを置いていたと。子供の夢って守ってあげたいし、私は当然サンタなんていないってとっくに知ってるわけだけど、もし覚めなくてもいい夢だったなら一生信じていたかったぜ。世の中は世知辛いばかりだと知ってしまうからこそ、大人はせめて子供の綺麗な夢を守ってやりたいと思うものです。ああ、ベアトリーチェはいるの？いる？へえ、いますとも。ベアトリーチェ様はおりますよ。この前もですね、サバを干して紅茶の出汁に使おうとしておりましたら、そこへひょっこり。まあつまりこういう調子だったはずなんだけどね。つまりマリアを除けば誰も信じてなかったはずの魔女ってわけだ。少し言葉が足りないね。信じてなかったんじゃない、信じさせてあげようとしたんだ。という認識だったはずの魔女のベアトリーチェ様が実際に現れちまったと。そういうことか。しかもだ、おじさんたちの騒ぎを見る限りどうも招かれた客でもないらしい。これは面白そうな話だぜ。ベアトリーチェという女性が実在しないという前提は実は存在しない。ルドルフおじさんも言っていた悪魔の証明そのものだよ。ベアトリーチェと名乗る女性の存在を僕たちは誰も知らなかった。でもだからといってそれがベアトリーチェが実在する可能性を否定できるわけじゃない。南條先生はじい様との付き合いが長いですよね。一時期親族会議でクラウスさんたちに随分と聞かれた話ですが、その昔金蔵さんにベアトリーチェという愛人がいて、その隠し子がいるのではないかという話です。なるほどな。
親父たちは遺産分配で頭がいっぱいだ。そこに愛人の娘なんてのが現れれば、面倒なことになるのは火を見るより明らかってわけだ。クラウスさんたちも最初はゲンジさんに聞かれたのでしょう。しかしゲンジさんは金蔵さんに忠誠を誓う側近で、多分私よりも金蔵さんが心を許す親友です。源氏さんは多分何も語らなかったのでしょう。それで次に古い友人である私の方に話を聞こうということになったのでしょうな。で、結論として南條先生、爺様にベアトリーチェという愛人はいたんすか？おりました。いえ、私は会ったことはありませんぞ。ですが、そういう女性と交際があったと金蔵さんから聞かされたことはありました。相当昔にお亡くなりになられたそうで。死んだ。その間に子供がいたとか。それはわかりません。ただ金蔵さんはベアトリーチェを蘇らせるために研究をしていると常々言っておりました。普通は愛人を失い忘れがたみがいたならば、そちらにその分の愛情を注ぐものです。ですから金蔵さんとベアトリーチェの間に子供はいなかったのと私たちは自然に考えました。ってことは、それも悪魔の証明になっちまうな。ナルゼ、愛人との間に子供がいなかったことは証明不能。現にこうして現れた以上、いたってことになっちまうわけか。少し暴力的な理論だね。後宮家の遺産問題でトラブルが生じていることを聞きつけ、何者かがおじい様の大昔の愛人関係を知り、それを装って遺産問題に食い込もうとしているとかの方が現実的だよ。現実的ではある。しかし本当に彼女が隠し子で、しかもその上、爺様に顧みられなくて孤独に生き復讐に帰ってきたって設定も否定はできねえよな。復讐？なんだよそれ。ああ、すまんすまん。男なんだよ。ついつい面白そうな方に脚色しちまうぜ。妙なドラマの見過ぎだな。なるほどなるほど、それはなかなか面白そうですな。そんな筋書きの小説をぜひ読んでみたいものです。まあ現実にはそんなことはできねえと思う。
何しろよ。今、この島には、ひーふーみー、18人もいるんだぜ。妙なことをすればすぐにでも取り押さえられちまう。それに、台風のおかげで島から逃げ出すこともできない。つまり、とんでもない事件を起こそうにも、どうにもならねえってことさ。同感だね。退路の断たれた袋小路で、しかも十分怪しまれているような状況下で、そんな恐ろしい復讐劇なんかとてもできるとは思わないね。でしょうな。ならば姿など現さずに暗躍しての復讐の方が現実味があると思うのです。堂々と姿を現して仇討ちなど時代劇の中でしか考えられませんが。わからねえぜ。復讐ってのは感情でやるもんだ。理屈じゃねえぜ。それこそ差し違えてでもなんて考えたら、別に警察も人数も退路がなくても何も怖くはないかもしれねえぜ。大丈夫だよ、ジェシカちゃん。僕たちが想像するような物騒なことは何も起きないよ。遺産をめぐっておじさんたちがバトルロイヤルってのが物騒なことじゃねえってんならな。そうだよな。父さんもルドルフおじさんも体格いいし、エヴァおばさんなんか格闘技習ってんでしょ。大丈夫だよね。だよな。ジョージの兄貴の言う通りだぜ。何も起こらねえよ。魔女様の名前を語ろうとも、魔法も使えない人間の女が一人で何ができるってんだ。それがバトラの認識なんだね。え、何かだよ。気色悪い声で笑うんじゃねえぜ。バトラはベアトリーチェの存在をとりあえずは認めてる。19人目の客人程度には認めてる。でもそこまでだね。19人目のベアトリーチェが魔女であることは認めてないね。突然何を言い出すかと思えば。そりゃそうだろ。魔女なんているわけがねえ。それを語る人間の女しかありえねえだろうが。あれ？おかしいよ、バトラ。それは悪魔の証明だよ。魔女なんているわけがねえ。でもそれはバトラが魔女に会ったことがないというだけで、魔女の存在を否定することにはならないね。そうだな。確かにそうだ。魔女がいねえを証明することはできない。しかし証明はできなくても主張はできる。魔女はいねえという俺の主張だ。
どうして？どうして魔女はいないなんて証明できないくせに主張できるの？そんなものはいねえからだよ。それで QED？ 何の証拠も根拠もなく証明終了？無知が棚上げする時の典型例。暴力的思考停止だね。となりゃ、答えは一つだぜ、マリア。魔女側の反証しかねえってことだろ。これまた悪魔の証明だ。連れてくりゃ話は早い。この場合は、ベアトリーチェと名乗るご婦人が、お星様がキラキラ飛び散るような華麗な魔法をステッキででも披露して、人間には不可能なことをやってみせればいいってことだろ。ほら、お二人とも落ち着いてくださいな。マリアももうよせよ。機嫌直そうぜ。な。それが望みなら、ベアトリーチェはきっと見せてくれるよ。人間には不可能なこと。そしたらバトラも信じるんだよね。ベアトリーチェのこと。おう。そいつを拝ましてくれたら、信じてやろうじゃねえか。魔女とバトラの議論のチェスだね。チェックメイトされたら、バトラは魔女を信じる。おう、洒落た例えだぜ。魔女が魔法を見せる。俺のキングにチェックをかける。俺は人間でも、何らかの手段で再現可能だとイチャモンをつけて、キングを逃がす。それができなきゃチェックメイトってのは、確かにいい例えだ。バトラ、チェスというのは、相手も自分も同じ動きの駒を持ってる。だから相手の手も読める。でもね、相手の駒がバトラの駒よりさらに不思議な動きができることを、バトラは今想定していない。魔女のはずないからと、ベアトリーチェの動かす駒の動きを自分とどうせ同じだと決めつけている。でもね、悪いけど、バトラのチェスの相手は人間じゃない。魔女なの。人間にはさせない駒の動きができる。バトラは今、そこの認識を間違えているの。バトラは、キリエおばさんのチェス版思考って好きでしょ？ああ。相手の立場に立っての思考術ってやつを気に入ってるぜ。だからダメなの。相手は魔女なのに、バトラはそれを認めない。だから魔女のさせる手を理解できず、チェス盤思考が通じない。相手の認識を間違えている。チェス盤思考の一番最初の前提が崩れてる。おお、そう来るかよ。そなたは魔女とのチェスに勝てぬ。
その後のことはわかりません。私たち使用人は食堂に近づくなと厳命されましたもので。なるほどね。それでシャノンはそのベアトリーチェという人物に以前会ったことはある？わかりません。私たち使用人にとってベアトリーチェ様はお屋敷のもう一人の主です。親方様に感化されてそうだと吹聴しているというふうにおっしゃる方もおられますが、私がここへ勤め始めた時からベアトリーチェ様の話はすでに囁かれておりました。前に聞いたよ。敬わないと呪われたりして、実際に事故に遭った使用人もいるんでしょ？ただ信じる信じないに個人差があったのは確かです。私はそのそういうものには敬いを忘れないのが心情ですので、存在を疑ったことはありません。黄金の魔女というその不確かな存在がきっといるとおぼろげに信じていました。それで実際にその不確かな存在の魔女が姿を現して堂々と玄関からやってきたということなのかな？わかりません。私には何も。シャノンは夕食を運んだ時に何か話はした？何も。そっか。しかしご飯を食べる魔女というんじゃなんだかリアリティがないね。やっぱりこの島の魔女伝説を知る何者かがベアトリーチェの名を語っているだけなんだろうね。シャノンちゃんはベアトリーチェを多分お屋敷の守り神みたいに思って敬ってきた気持ちがあると思うんだよ。だからそれを名乗る人物が現れたので少し動揺しちゃったんじゃないかな。そうですね、きっとそうなんじゃないかと思います。
どうしたんだい？さっきから本当に元気がない。ジョージさん、婚約って何でしょうか？結婚の約束をするという意味だよ。でも、僕はその意味において、結婚と同じものだと考えてる。本当なら、僕は今すぐにでも、君をめとって家へ連れ帰りたい。でも僕は今、修行中の身で、まだまだ自らの城を築き上げる力量がない。だからこそ、一人前になって初めて、胸を張って君を連れ帰りたいんだ。それは遠い未来の話じゃない。ほんの3年ほどを待ってほしいというだけの話なんだ。でも僕は、だからといって3年間、自分の気持ちを偽っていたくない。だから、婚約指輪を贈ろうと決めたんだ。それは、男として情けない理由かもしれない。妻と仕事を両立できないから待ってほしいなんて理由での婚約なんて、情けないものかもしれない。でも僕は決して君を。ありがとうございます。ジョージさんにとって、婚約指輪が恋人に贈るプレゼントの一つではないということが分かりました。当然だよ。婚約指輪はただのアクセサリーじゃない。尊い約束を指輪の形で残す恋人たちの宣誓なんだ。だとすると、すぐにも結婚するなら、不要なものということになりますよね。その時は婚約指輪じゃない。結婚指輪として渡すよ。どちらにせよ、君に指輪を贈ることに変わりはないのさ。この女は俺のものだから、誰も手を出すなよっていう、売約札みたいなものですね。いや、そんな意味じゃ。いや、その通りかもしれない。さよ、君を僕の妻にする。他の誰にもやらない。僕だけのものにする。だから、誰も手を出すな。そういう指輪だよ。間違いない。ありがとうございます、ジョージさん。本当に嬉しいです。Thank you.
だから、僕はあえてこれを婚約指輪と呼ぶのをやめにする。今からこれは婚約じゃない。結婚指輪だ。いいのでしょうか。神様の祝福もなく、私たちが結ばれたことを、その、勝手に宣言してもいいのでしょうか。うん。神様も、父さんも母さんも、すべて事後報告で十分さ。僕たちが、二人は結ばれたと一方的に宣言する。それは、誰にも覆せない。長次さん。僕は、一時の感情で言ってるんじゃない。今だけの君を見て言ってるんじゃない。明日の君も、明後日の君も、それこそ未来の、老後の君すらも見据えて言っている。いつも、ジョージさんが話していることですよね。元気な子供や孫たちに囲まれて、ゆっくりとした老後を過ごしたいって。うん。その時、僕の隣には、年老いた君がいる。それを僕は予告、いや、予言するよ。必ずその日は訪れるから。必ず訪れますか？信じてもいいですか？うん。必ず。絶対。それを言葉でない形で証明するのが、この指輪なんだよ。見せてください。これさ。私にその未来を見せてください。ああ、見せるよ。必ず。約束する。老後までじゃない。死んだ後も、僕らは魂になっても、ずっとずっと一緒にいる。その指輪を好きな指にはめて、それを返事にしてほしいんだ。つまり明日の朝までに。私のお返事です、ジョージさん。シャノン、いや、さよ。魂になってもずっとずっと一緒です、ジョージさん。
姉さんは、バカだ。そうかな。家具のくせに、家具のくせに。私、家具じゃないよ。もう。嘘だ。どうして自分を騙すんだよ。人間になんか絶対になれないって知ってるくせに。黄金郷へ行かなきゃ人間になれないって知ってるくせに。なのに、どうして黄金郷へ行ける約束を自分で保護に。そっか。指輪を受け取ったら、ベアトリーチェ様との約束がなかったことになっちゃうんだったね。ごめんね。あとは、僕も姉さんも、ジョージ様も親方様もみんな条件は同じだ。13人が生贄にされる。5人しか黄金郷に招かれない。その一石を、自分で、蹴るなんて。おかしいね。未練があるのは、カノン君の方みたいだね。未練があるのは姉さんの方じゃないか。婚約しちゃったんだろう。果たせない運命なのを知りながら。ん？ずっとずっと、永遠に一緒だよって、約束した。だからね、その瞬間に、私たちの永遠は完成したの。たとえ私たちが生贄になってしまうとしても、もう完成してるの。だからいいの。未練があるのはむしろカノン君の方。私たちは家具なんでしょ？私たちはどういう結果になろうとも解放される。なら、黄金郷に行けるか行けないかなんて、どうでもいいことじゃない。なのに、カノン君は黄金郷へ行くことに固執してる。どうしても人間になりたいんでしょ？どうして？人間になりたいからだよ。家具はもう嫌だ。どうして？僕も恋がしたかったんだ。お嬢様のことが好きだった。そしてあの日のお嬢様の姿を見てもっと好きになった。そしてお嬢様も僕のことが好きだと分かってすごく嬉しかった。でも僕は家具でお嬢様の気持ちを受け止めることはできなくて。それが勘違いだった。私たちは家具かもしれない、人間以下かもしれない。でも、恋をする資格がないわけじゃなかった。添い遂げられぬ思いなら、ない方がマシだって思った。いつか自分も消え去る日が来て、それがきっとお嬢様を傷つけるなんて勝手に決めつけて。違うんだ。僕が怯えていただけなんだ。僕は、永遠になれない恋なら、しない方がマシだって、怯えてただけなんだ。セミは、生涯のうち、数週間にも満たない、わずかな期間で恋をして、消えていくんだって。数週間で終わる恋だからと、恋をしないセミはいないんじゃないかな。
あの魔女が憎い。僕に、どうしてこんな気持ちを植え付けて。あいつさえ、妙ないたずらをしなければ、僕はお嬢様のことなんか、気にならなかったのに。ベアトリーチェ様はひどいね。カノン君に、そうやって悔し泣きをさせるために、運命をいたずらした。でも、魔女の思惑は多分、外れてる。だって。だカノン、せっかくの約束はこれで水泡だな。さてさて、これにて全ての駒の条件は同じよ。駒は18、13人が生贄に捧げられる。生き残る5人は誰？それとも誰かがこの儀式を打ち壊してみせるか。誰がどうやって。これはチェスプロブレムではない、対等なゲームだ。わらわだけが一方的に詰めるわけではない。そなたはわらわの爪から懸命に逃れ続け、引き分け無効試合に持ち込むことができる。まあせいぜいそなたにできるのは、それを延々と繰り返すのが関の山よ。そしておそらくそれはそなたにとってそう難しいことではあるまい。しかしそなたは永遠に続く無効試合にやがて精神をすり減らし、やがては精神を殺す。その時にこそ敗北を受け入れ、わらわに屈服することになるであろう。対等なゲームといった理由、それはわらわにも敗北の条件を設けてあることだ。負けのないゲームほど退屈なものはないのでな。わらわを負かす方法、それはわらわの肖像画に捧げられたあの碑文よ。あれこそは黄金鏡の扉の開き方にして、同時に儀式を打ち破る鍵でもある。わらわは碑文に従い、儀式を完遂する。そなたは碑文の謎を解き、儀式を打ち破り、わらわを滅ぼす。碑文に隠された謎を解き、わらわが金蔵に値し、莫大なる黄金の在りかを暴いてみせよ。こたびのゲームはどういう結末を見せるのやら、健闘を期待するぞ。わらわを楽しませてみせろよ、後ろ宮バトラー。
私と夏日は認める信じられないし信じたくないけれど、それが現実なのね。夏日、言葉を少し選びなさい。彼女は当家の最高の賓客なのだ。わしらも認める。グーの根も出えへん。認めるわ。一辺の文句もない。まさか本当に素直にあなたに尊敬の念を覚えるわ。私もよ。すごいわ、純粋に尊敬する。だから認めざるを得ないわ。俺も認めるぜ。未だに信じられねえ。だがどうしようね。悪魔を証明しちまった。あんたの勝ちだ。悪魔の証明はそなたが好む証明不能への便利な言い訳だったが、あだになったようだな。いじめるなよ魔女様。俺はもうあんたを認めてるぜ。降参だ。キリエ、まだ異論があるか。わらわは全員一致しか好まぬ。お前一人がわらわの存在を認めぬならば。ごめんなさい、降参よ。私も認めるわ。あなたはベアトリーチェ、後宮家の顧問錬金術師、そして偉大なる魔法の使い手、魔女であることを認めざるを得ない。